はい、皆さんこんばんは。あなたの一歩ラジオ、これが私のターニングポイントの時間です。時刻は日曜日の19時を回りました。主政クラブ昼の沖縄会場公認でお伝えさせていただいております、あなたの一歩ラジオでございます。この番組はですね、毎週素敵なゲストさんをお迎えし、現在成功していらっしゃる方でも必ずいろんな困難があってですね、今お迎えていらっしゃいます、過去、現在、そして今後どうしていきたいか、この未来のね、展望だとかってもお聞きして、まあ、リスナーのあなたの一歩なきっかけにしていただきたいという思いからお伝えさせていただいています。MC は株式会社一歩前、伊達ちゃんでございます。そして、この番組は各社さんのご協賛により、支えられております。CM、番組のね、途中の CM をね、ご覧いただいて、協賛いただいた方はですね、毎日1回どこかで、あなたの、CM が流れるということですので、ぜひですね、何かそういったプラスにも使っていただければと思います。そして、こちらは、FM ギノワン、ギノワン通り、ギノワンヒルズ通りのから、20時までお届けさせていただいております。私の YouTube チャンネル、FM ギノワンさんの YouTube チャンネル、こちらの方でもね、お届けさせていただいてますので、今日のゲストさんはどのような服装を着てらっしゃって、どんな顔をしてらっしゃってっていうこともね、合わせてお楽しみいただければと思っております。はい、ちなみにですね、これテイク2でございます。さっきね、録音し忘れまして、2回目で、ゲストさんがね、今裏側でこうもらってらっしゃいましたけど、ますけどね、ちょっとすいません、お時間いただきまして、ということでお待たせいたしました。今日のゲストですね、株式会社共栄環境の下田道夫さんからご紹介いただき、株式会社カリタス、代表取締役の根橋理香さんです。ようこそお越しいただきました。ありがとうございます、理香さん。はい、はい、こんばんは、よろしくお願いいたします。はい、ね、テイク2でございます。いろいろね、なんかいろいろあるんで、これ黙っときゃいいものをね、こう言っとくことによって、まあなんか後々噛んでもいいかなと、そういう感じも思いながら楽しくやっていこうと思ってます。さあ、まあまずはですね、まあさらっと根橋さんのご紹介させていただきたいなと思うんですけども、まあ会社は、広告代理店の会社を実際やってらっしゃって、もう創業されて30年26年かな。はい、そうですね。沖縄で育たれて、はい、まあ、高校から、別のところに行かれて、まあ、いろんなことがあって、こう、お戻りになって、まあ、その、紆余曲折な人生をですね、お聞きしていきたいな、とかと思っております。まあ、そんな、根橋理香さんですけども、まあ、本当にね、道夫さんからご紹介いただきまして、まだお会いさせていただいてないんですけど、ズームだけで2回ね、ということなんですけど、ごめんなさい、本当申し訳ないですけど、多分きっとですね、男勝りな方だと思います。はい。ではい、結構切符が男っぽいね、方なんじゃないかなと思いますので、まあすごいね、楽しい人生だな、ということもお聞きさせていただいておりますので、どうぞ皆さん今日楽しみに、お聞きください。さあ、理香さん、じゃあ軽くですね、僕もご紹介させていただきましたけど、はい、まあご紹介を、していただければと思うんですけど、まあお生まれは、はい、沖縄で。はい、もちろん沖縄うちなんちゅです。で、中部の方で、はい、小座のあの銀天街っていうめちゃめちゃあのローカルなところで生まれまして、そこから中学校2年までは、はい、あの小座で過ごして、で両親がもともと那覇出身だったので、中3の時に1年間だけ、那覇戻った後に、その後もここからは、はい、あの県外のカトリックの女子校に叩き込まれたっていうような。叩き込まれた。はい。はい、まあ、なんかこういうね、叩き込まれたという言葉の節々から、多分男勝りな感じが出てくると思うんですけど、でもカトリック。そうですね。はい。結構ご家庭はどんな家庭だったんですか、ご両親は。先ほど申し上げたように、その商店街でずっと、呉服屋と、子供服の販売をずっとやっておりまして、うんうん、でもう本当にもう、商店街のど真ん中で、うん、わわこう賑やかなところで過ごしたっていうところでした。ただ両親は2人とも銀行員出身だったので、銀行員の、はい、まあそういった賑やかなところで育ったので、このまま繁華街で育ったらこいつなんかめちゃめちゃこう
まっすぐに遊び人に向かっていくんだろうなっていう危惧があったっていうところから、はい、今のうちにこの、強制しておこうっていうこの意図を持って、はい、県外のめちゃ厳しいところにぶち込んだっていう、あの親の意図がありました。なるほど、なるほど。いや、本当ね、本当失礼なんですげえ申し訳ないんですけど、僕多分ね、親御さんと一緒に多分飲んだら、わかりますって、多分いい感じの酒が飲めるような気がします。まだお会いしてないのに申し訳ないです。いえいえ、はい。まあまあ、そうそう。で、そのカトリックは、どちらのカトリックに行かれたんですか、県外の厳しい。はい、あの、鹿児島の、本当にもう、奥地名湖っていう、あの、片田舎の、本当に、こう言ったら失礼ですけども、あの、まあ、沖縄で言ったら、やんばるの、しかも、本当に、なんて言ったんだろう、いいのかな、辺土名とか、辺土名の人に失礼かもしれないけど、そういうところの、さらにこの山の上にあるっていうところの女子校に、はい、ぶち込まれまして、しかも、はい、あの、寮に、あの、入れられたので、もう24時間、はい、あの、厳しいシスターに監視されているみたいなところで、うん、華やかな高校生活を送らせてもらいました。ああ、なるほど。え、華やかなんです。え、カトリックイコール女子校のイメージあるんですけど、女子校。そうです、そうです。もうもちろん女子校で。はい。いやいや、もう華やかって言ったのは皮肉なんですけど、本当にもう田舎だったので、はい。もうなんかもう周り、タヌキしかいないよみたいなところで、はい。貴重な、あの、高校生活を、はい。まあ、けど、おかげさまで、なんていうんですか、こう、なんでも、こう、自分でできるようにっていうようなところ、うんうんうん、価値観は、はい、あの、普通だったらね、あの、女子高生みんなで楽しくキャッキャやりたいみたいなところがあったと思うんですけど、うんうん、逆に、まあ、あの、親元離れて、一人で、うん、あの、まあ、全員そういった、あの、うん、女子高生でだったので、まあみんな何でも一人でできるようにっていうところでは、いい意味で、あの、高校生の時にもう自立心が養われたというか、っていう意味では良かったなっていうふうに、ちゃんとあの、なんていうんですか、いわゆる一人で、あの、トイレ行けるぞっていう、うんうんうん、友達と一緒に行こうみたいなのは別にないっていうようなところの価値観の、はい、あの、高校時代になりました。なるほど。まあ、まあ自立心が実際こうやってじゃあ磨かれたってことですね。そうですね。はい。さあ、そのカトリックにね、あの厳しいところにこう、高校にぶち込まれてですよ。で、はい、本人だったらもう3年間で嫌だって言って帰るか、なんですけど、はい、またでも大学もカトリックの大学に行かれた。そうですね。はい。あの、たまたまその時に、あの、すごい、まあ、皆さんもご存知な方、うん、ご存知の方もいらっしゃるかもしれないんですけど、はい、その時の進学した大学の学長が渡辺和子さんといって、うん、あの、置かれた場所で咲きなさいっていう、はい、あの、ベストセラーの本とかもあるんですけども、うん、その方が学長してらっしゃった大学がたまたま推薦があったので、うんうん、その、学長に憧れて、はい、あの、大学の方もカトリックの大学に行ったっていうところであります。はい。カトリックの大学、カトリックに、まあ、渡辺和子さんにこう憧れたっていうのは、どんなところに憧れたんですか？やっぱりですね、あの、著書がもうすでにその頃も十何冊も出てたので、基本的にはもう、まあ、生き方みたいなところの本がすごい多かったんですけども、うんうんうん、そこで、あの、非常に感銘することとかもあったので、やっぱり、あの、ひねくれた高校生ではあったんですけど、まあ、あの、学長とかのところに習ったら自分もちょっと、こう、なんていうんですか、こういわゆるお嬢様になれるかしらっていう勘違いをして入ってみたら、周りはそうだったんですけど、全然ちげえやっていう、やっぱりなんか入学してみたら一人浮いてたなっていうのは、行ってからのギャップはありましたね。いや、でも、その、これ何とも言えないですけど、僕もあの、専門学校、山口から一旗あげようと思って、大阪の、当時、旅行の、ツアコンの専門学校に行ったんですよね。まあ、そのツアコンになりたかったっていうよりも、好きな彼女が大阪に行くっていうから、じゃあ俺も、みたいな感じで、大阪に行ったんですけど、いや、浮いてましたもん、僕も一人なんか。なんか、学費もやっぱ高かって、うちの袋の奨学金とかでこうね、あの、出してくれたんですけど、やっぱなんか周りがなんか結構ボンボンとか、なんか、まあ、裕福って言ったら言葉あるかもしれませんけど、そういう方で育った方と、ね、多分その、まあ、
一緒っていうふうに言ったら失礼かもしれませんけど、なんか一つこう、うん、まあやる何か負けん気であったりとか、何かを持って実際ね、うん、やってらっしゃる方に関してっていうのは、やっぱり周りからやっぱり、それは浮きますもんね。めっちゃ、なんか皆さん、いわゆるお嬢様がやっぱり多かったので、うん、この関西とかのお嬢さんたちが、こう、なんていうんですか、イメージ的には、本当に、美智子様みたいな、はいはい、皇室チックな感じの雰囲気の子たちが多かったので、はいはい、そりゃ、しかも沖縄で、育って、こう鹿児島のど田舎から来た、うん、この、イェーイ、やっとなんか、こう、なんていうんですか、チスターからこう解き放たれて自由だみたいなノリで行ったら、あれっていう感じには、めちゃめちゃ、はい、なりましたね。でも、なんか、その分だけあげてない。あ、ごめんなさい。いえいえ。なんか、モテそうな、逆に、女性に。ああ、まあ、持ってるっていうか、なんか変わってるというか、ではあったので、すごいみんな、あと、まあ、出身が沖縄っていうところであって、うん、結構みんなにかわいがってっていうか、なんか、ユニークねみたいな感じで、それでの、はい、お友達、おかげさまで、はい、全国に今でも、はい、親しくさせてもらってますけど、はい、その意味では、ユニークポジションで、はい、みんなに、はい、お友達には、はい、困らなかったっていうところはありますね。ありがとうございます。まあ、そんなね、その、はい、一人浮いてらっしゃる存在であったリカさんなんですけど、はい。大学の時に、こう、ある一つのバイトがなんか、一つのターニングポイントなんだって話を聞きしましたけど、はい、どんなお仕事とかバイトされた感じだったんですかね。あ、本当に、先ほど言ったように、親としてはそのまま教員とか銀行員になってもらいたいっていうのの、希望だったんですけども、うんうん、大学のアルバイトで、広告代理店のアルバイトで、イベントの、はい、アルバイトをこうしてたときに、まあ、その頃、うん、私たちちょっとバブルの最後ら辺の時代で、うんうん、すごいその代理店っていうののアルバイトが、まあ、時給はいいわ、女子大生だったんでちやほやされつつ、まあ、ある意味こうなんていうんですか、楽にお金も稼げて、代理店って広告だし、なんかかっこよくねみたいな、はいはい、また勘違いをして、はいはい、あ、これいいじゃんっていう、はいはい、マスコミもなんかかっこよさそうみたいなのを勘違いして、あ、この道にじゃあ行ってみようっていうので、代理店を目指したっていうのが、はい、人生にとって大きい、まず第一のターニングポイントだったなって思います。その、まあ、確かにですね、バブル、本当バブルだったんで、銀座とかだったら、札束こうやってやって、タクシー止まってって言っても止まらない時代でしたしね、うん、金なんかじゃ止まれないよみたいな。うん、もう今だったら1万円でも多分3000円でも多分止まると思いますけど、ね、ほとんど。本当、本当。そう、だじゃあそんなね、そのバブル最後のところで、まあ、花形って言われてる、まあ、代理店のところだったと思うんですけども、はいはい、さあ、そんなところで、はい、その、どんなことに、広告代理店のお仕事がいいなって思った、そのなんかきらびやかであったりとか、楽してなんか給料も高いぜっていうふうなところだったんですか、いいなと思った。そうですね、もう本当にその頃は何も考えてない、もっとお花畑のおバカちゃんだったんで、もうなんか、あ、それでなんかクリエイティブってかっこよさそうで、はいはい、ちょうど、コピーライターで、はい、糸井重里さんが、はいはいはい、スターみたいな形で、うんうん、このブイブイ言わせてた時代だったので、うんうん、まあ、文学部でだったので、あ、自分もコピーライターとかなんか良くないみたいなのですごいこの、アマちゃんな考えで目指したっていうところはありました、はい、なるほど。いやでもなんかあの時ちょうどそれこそいろんな CM があったりとか、そうでした、はい、CM からリゲインの24時間戦いますから、そうです、そうです、ですよね、うん、はい、あの辺とかでなんか言葉一つでパッて引きつけるような、はい、めちゃくちゃ入りましたもんね、なんかね、うん、もう本当花形の広告華やかカリシコルっていう形だったので、すごいこの世界に入れるんだったらとても楽しいし、この人生すごいこう楽しい仕事してお金も稼げるって最高みたいな、すごい浅はかな、はい、気持ちで、はい、その業界に飛び込んだっていう経緯がありますね。なるほど。
わかりました。じゃあ、その浅はかな思いで業界に飛び込まれて、で、沖縄に帰ってこられることになると思いますけど、まあ、こちらの方で一旦前半を終わりまして、中盤はですね、沖縄に帰ってきて、どんな感じになったのかとかね、そんなことも、お話をお聞きしたいと思います。では、一旦 CM に入ります。なかなか取れない痛みに悩んでいるあなたへ、それは深層筋の強いこりが原因かもしれません。北京道首里伊豆治療院には深層筋へ安全に針をする技術があります。本気で治したいとお考えの方、北京道へぜひご相談ください。むむ、痛いけど超効く。ファミリーシーサー、ウェディングシーサー、新築、誕生日、退職のお祝いにもらって送って嬉しいさ。あなたのお店にぴったりのオーダーシーサーもお作りします。美ら海水族館から車で1分、シーサー作りも体験できるマイマイシーサーでした。マイマイシーサーで検索。働いても働いても時間が足りないあなたへ、その悩み、時間を失う悪習慣が原因かもしれません。ハートブリッジ桜井です。私は経営者向けに時間と成果、最大化の支援を提供しています。忙しさを手放して収入を維持したい方、ハートブリッジ桜井にご相談ください。スポットライトが平等に当たるなら、それぞれの使命を果たす時ださ、羽ばたけ、どこまでも。アクティングコーポレートソング、スポットライト by ローカルコネクト。眠りの浅い方、眠り草本舗にお任せください。沖縄伝統野菜クワンソウ、クワンソウは安眠効果がある健康食品として昔から親しまれてきました。よく寝て翌日すっきり目が覚める。詳しくは泣き人眠り草本舗で検索。はい、皆さん前半ありがとうございました。お聞きいただきまして、さあ本日のゲスト、改めましてですね、株式会社カリタスの、根橋理香さんでございます。さあ、やんちゃな時期をこうお過ごしになられたというか、そんな説明でいいのかな。中学まで出られて沖縄にいらっしゃって、そして高校に、鹿児島県のカトリック行かれて、岡山のカトリックにも実際行かれて、そこから、ね、コピーライターのライティングのね、広告代理店のお仕事をされて、これちょっといいなっていうことで、沖縄に、帰られても広告代理店でお仕事されたと思うんですけども、広告代理店って、そもそも、なんですか、お仕事は。こうなんか、こうなんかね、花形って言いますけど、わかる人にはわかるし、なんか何でも屋のところもあったりしたりとかするので、イベントであったりとか、CM 作ったりとか、コピーライトとか、いろいろあると思うんで、なんかちょっと、リカさんが得意なところでも合わせて、広告代理店ってどんな会社な、仕事なのかか、っていうのこともちょっとなんか軽く教えていただければなと思います。はい。代理店、まあ、先ほど、伊達さんからもあったように、まあ、わかりやすく言ったら、企業のこの広告っていうか、まあ、商品を売るための、あらゆる施策をやるっていうのが、まあ、代理店の仕事だと思うんですけれども、まあ、その中でも、私の会社に、特化していますと、まあ、自分がもともとそういうふうに制作上がりなの、コピーライター上がりなので、基本的にはもう企画制作っていうところに特に特化した、代理店っていうことが言えるかなというふうに思ってます。特に、まあ、最近デザイン経営とか言われますけど、デザインの、経営にデザインの視点を持ってっていうところで、経営者の皆さんと一緒に、その会社がどうやったらこのデザインの力を通してもっと、商品が売れるようになるのかとか、社内のコミュニケーションをどうしたらもっと良くなるのかとか、お客様とのコミュニケーションをもっとこう活発にできるようにみたいなところを、やっていくっていうところが、うちの会社との、セリングポイントというか強みというところかなというふうには思います。なるほど。そうですね。まあ今その会社の社内の中のコミュニケーションということであれば、まあ僕もその人材育成のところにこう実際つながってくるんですけども、その例えばなんかその広告代理店というか、広告の仕事を通して人材育成、こう会社の中のごめんなさい、人材育成じゃないです、コミュニケーションですね。っていうのってどう測っていけたりするもんなんですか？あ、そうですね。今、お仕事としても、やっぱり社内向けと社外向けみたいなところも
あるんですけど、意外に社内のこの、コミュニケーション、まあ、ちょっと、拠点が大きいところとかでしたら、まあ、わかりやすく言うと、社内法をじゃあ皆さんと、会社の皆さんと、スタッフの皆さんと一緒にじゃあ作っていきましょうみたいなところを一緒にやっていったり、で、最近多いのはやっぱり SNS でやっぱり自社のこの魅力を、社外のこの顧客にどうアピールしていきましょうかっていうところでの、広告をのやっぱり専門家として、まあこう言ってやった方がもっと伝わりやすいですよっていうところを一緒にこう、会議をこう持ちながらやっていくみたいなところのお仕事は本当にここ最近多いなっていうのは思ってます。はい。まあインスタとか YouTube とかっていうこと。そうですね。はい。それをこうやはり企業の、社員さんだったらもちろん広告のプロではないので、どういうふうに文章自体もどう書いて、まあ、最近このブログ書きたいけど書き方わからないだったり、うん、そのインスタにしても、ハッシュタグどういったキーワードでやっていいのかわからないみたいなところの、うん、があるので、そういったところを、まあ、コンサルみたいな形で、実際に皆さんと、中に入りながらこう作っていったり、で、まあ、実際またそこから、お仕事としてもそれをまた受けさせていただいたりっていうところが、はい、今、ここ最近は多いなっていうのがあります。いや、なんかその人材育成コミュニケーションは逆に一緒に、何かしら僕が本業としてお手伝いできることはあるかなと思いますので、うん、まあ、それはそれでまたね、何かタイミングがあればぜひだと思うのと、うん、あと僕もその、インスタ、YouTube やってるんですよ。おお、すごい。動物占い、伊達ってやったらめちゃくちゃ出て、500本ぐらい出したんですよ。そう、なのに、バズりもしないんですよ。そう、バズりもしないのに、あ、今でも動物占いってやったら本当出てくるので、今、2年間ぐらい何も配信してないんですけど、うんうん、なんかちょこちょこ増えて、もうちょっとで5000人に行きそうなんですけど、でも、うん、どうだったらね、バズるっていうか、動線つなげるのもやっぱり難しかったりするじゃないですか。ああ、それは難しいですね、本当に。そうなんですよ。そんなことは今度また相談乗ってください、逆に。あ、いい、こちらこそ。これごめんなさい。終盤の話っぽい話になっちゃってるんですけど、ちょっと話戻りますね、ぎゅっとね。はい。で、その広告代理店のお仕事をこう実際こうされて、いきなり独立されたわけじゃもちろんないと思うんですけども、はい。変えられて、ね、はい、お仕事されて、たんですけど、どんな会社だったんですか？最初入られた会社さんって。最初は沖縄に戻ってきた時にやっぱ広告代理店に入りたいというところで、うん、で沖縄の、代理店、まあその中でちょっと一番大きかったところを大きがその会社というのを聞いたので、うんうん、たまたままた入社させていただいて、コピーライターでもう採用していただいたのでそこの会社に入ったんですけれども、うん、ただやっぱり本土でアルバイトしてたところの代理店さんは、うん、どちらかというともう非常に細分化されていて、はい、まあ、イベントだったらイベントだけ、うん、しかも制作だったとしても、まあ、コピーライティングだったらコピーライティングだけみたいなところだったと思うんですが、沖縄帰ってきたら、もうなんていうんですか、いい意味で、CM もイベントもマーケも、うん、とりあえずみんな全部、こう見れるようにみたいな、何でもやるぞみたいなところがあったので、うんうん、まあ、今で言うと本当にブラックだったと思うんですが、ただまあ、独立できたのもその経験があったからっていうのがありましたので、うんうん、その意味では、徹夜もしょっちゅうでしたけど、なんて言うんでしょう、全部見れたっていうところでは、今となっては感謝しているところでもあります。今、綺麗なお言葉で言われましたけど、多分相当ブラックですよね、多分ね。もう本当、24時間本当に働けますかだったなっていうのが、辞めるときに、代休だけでも1ヶ月以上あった。1ヶ月で済んだかな？いや、もっとありました。はい、あ。っていうぐらい、休めなかったですし、けど、まあ、そうですね、朝、会社行ったら、なんか、徹夜した人が、そこら辺で寝転がってるみたいな、屍ルイルイみたいなところの、本当にそんな、また今日もけど帰れるかな、みたいなので、そうです。はい、もう12時過ぎるのも当たり前っていうのをずっとやっぱり20代は過ごしてきたっていうのがありますね。はい。いや、もう本当このリスナーさんで、いつも聞いてくれるね、実は花ちゃんっていう子がいて、うん、
お、はい、花ちゃんは、ね、男性なんですけど、実はもっと僕のそのグッドイルの時の、はい、あのブラック企業の時の部下なんですよ。あら。で、その花ちゃんがいつもね、コメントくれるんですけど、うん、あの、まあ、ほんとね、あの、みんな、あの時代はみんなブラックでしたもんね、正直。まあ、正直、本当に、まあ、逆に、それが美徳だったっていうところありますよね。うん。どれだけ働けるんだっていう。そうそうそう、そう、うん。24時間働かないとね、そのためにリゲイン作られてますからね、正直。うん、そうです、そうです、そうです。本当そうだった。本当。とりあえずリゲイン飲もうと思ったもんね。そう、もう、そういう、本当に、屍類々の職場に勤めておりました。いや、そう。で、そんなお仕事をね、5年ぐらい実際されたっていうふうにお聞きしたんですけども、はいはい、結構いろいろ大手さんとの、あの、お取引だとかっていうのもあったりとか、そうですね。はい、されてらっしゃったと思うんですけど、どんなことが、まあ多分、そのクソしんどい中で、やっぱなんかやりがいがないとね、ね、うん、続かないじゃないですか、人って。はい、はい、はい。どんなことにやりがいを感じられたところっていうのがあったんですか？あ、やっぱりあの頃、まあ、勤めてた会社が結構、あの、オリオンビールさんがメインっていうところもありまして、うん、こう、ビールの CI の時だったり、その後の、あの、まあ、いつもこう、CM コンペみたいなところがあったんですけど、もうそれこそ、各代理店がしのぎを削ってやるみたいなところだったので、うん、中でも、お歳暮だったり、お中元だったりの CM って、ちょっと予算もあって、あ、そうなんだ。はい。花形みたいなところがあったんですけど、うん、たまたままだ20、入って2年目か3年目、2年目ぐらいの時に、自分でプレゼンした、お歳暮の CM が、あの、採用されてですね。で、まあ、それをこう、オンエアされた時とかっていうのも、やっぱめちゃめちゃやったみたいなのもありましたし、うんうん、あの、大きめの、まあ、もちろん行政のコンペとか県のコンペだったり、それの時もこう、あとあれですね、こうコンペ大好きだ、コンペっていうかプレゼン大好きだったんですよ。どうなんか、あの、相手がこう驚くかっていうか楽しいみたいなところ、まあ滑ることも良かったんですけど、何かそういうのの時に、今回なんかこんなことして驚かせようぜみたいなのの、このコンペのプレゼンにこう一生懸命かけてたっていうのもあったので、それでうまくいった時っていうのが、もうめちゃめちゃやりがいっていうか、取れたっていうこの高揚感とが、うんうん、まあ実際ね、数字もどんと来るんで、そこはもうやっぱりこう制作、クリエイターとしてめちゃやりがいだったなっていうのは、うん、はい、思います。なんかその、それこそ昔のね、トレンディードラマの時代じゃないですか。うん、はい。本当に。なんかコンペだったよっしゃーとかってやってっていう風なのが、よくテレビでも、合ってましたやん、なんか。はい、はい、はい。そんな感じだったんだろうなって今お聞きしながら。うん、そうです。取れた後はもう、くも字でみんなでどんちゃん朝まで飲むぜ、みたいな。なので、お店を出禁になるみたいな。すいません、あの、高校大学どんな学校でしたっけ？はい、清楚なお嬢様大学、お嬢様高校、はい。無事に卒業したんですけど、卒業後はそうなってるっていう。なぜか、ね、人間ってどうなることやら。ありがとうございます。そんなね、なんか大変、そして楽しい、やりがいがあるような会社を、まあ、お辞めになられたことになったんですけどもね、はいはい、辞めないと会社独立しないですけど、はい、だからどんなきっかけがあって、あの、そしてどんな、なぜ独立することになった感じなんですか？あ、そうですね、たまたまもう5年、6年なったときに、その当時の直属の部長が独立されるっていうことで、私とデザイナーの方に声かけていただいて、で、連れて出てもらったっていうところあるんですけど、うん、まあ、確かにまたフリーでってどんな感じかなっていうのを思ってたので、それで最初は、先輩にまあついて出たみたいなところが、だったんですけど、で、そこもまた、3年ぐらい経った後に、その上司の方がもうちょっと、あの、廃業されるというか、っていう次第になりまして、うん、急に。そしたら、一緒に行ったデザイナーの方は、すで、にもう、お取引先に無事にそのまま就職っていうところになったんですけど、私は、あの、なんかわからないですけど、もうそのまま、なんか、もう、ほっとかれてっていうか、もう大丈夫、あなたは自分でできるから頑張れみたいな、いやいや、頑張れじゃねえよって思いましたけど、なので急に、はい、あの、独立することに
そうですね。まあね、万事整ってやるぞっていうのではなくて、なるほど、急に、はい、やるフリーというか、ね、はい、になっちゃったっていうのが、はい、経緯としては、独立の経緯としてはものすごくなんか、情けない感じの独立だったんですけど。いやそんなことないですよ。でもその、やっぱり不安がある、ね、うん、だと思うんですけど、うん、どうですか、なんか多分最初のお仕事とか、ね、どんな仕事だったのかな、もうそういうふうに何の計画性もない独立だったので、本当に今でも覚えてますけど、最初のお仕事って本当にポップのコピー5000円みたいなところから、でポップの、はい、ポップのポップね、そうそう、はい、スーパーのあれので5000円っていうので、はもうその時はもう、しばらく、こう、もちろん、うん、営業もしたことない制作だったので、うん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 、何もないし、クライアントさんも、その時、いるわけでもなかったので、うんうん、もう、いきなり、こう、独立した当時の売り上げが、本当5000円で終わったっていうような、非常になんかこう、超前途多難っていうところからの、本当にスタートでした。そっか。いや、もちろんその、紆余曲折がね、それから二十何年だと思いますので、あられたと思いますけど、はい、まあ、独立されて、で、まあでもね、今一つずつこうやってお仕事っていうのは、まあ30年弱継続されてらっしゃるって、はい、まあまあないじゃないですか。そうですね。まあまあないと思うんですよね、正直。うん、自分では。ね、4%。いや、1% ないのか。で、実際こうやって言ったりしますから。はい、さあ、そんな中で営業されてない方なんですけど、はい、多分、紆余曲折いろいろこうあられたと思うんですが、それは後半にお聞きするとしてですね、はい、ここで皆さんにお聞きしてるのが、こうね、あなたの一歩なソングっていうか、タイミングになった音楽っていうのをお聞きしたいなと思うんですけど、リカさんの方からご紹介していただければと思うんですけど、あ、はい、その前に、どんな音楽、どんな、いやいや、聞きましょう。あ、そうですね。はい。一番こう、独立して何年か経った時に、すごくちょっと、これからどうやっていこうって迷いがあった時に、はい、この曲を聴いたら、おっしゃ頑張るぞっていう風になった曲であります。はい。タイトル言った方がいいですか？あ、お願いします。あ、はい。アジアンカンフージェネレーションのリライト、お願いします。お願いします。じゃあ皆さんお聴きください。なかなか取れない痛みに悩んでいるあなたへ、それは深層筋の強いこりが原因かもしれません。北京道首里伊樹治療院には深層筋へ安全に針をする技術があります。本気で治したいとお考えの方、北京道へぜひご相談ください。むむ、痛いけど超効く。ファミリーシーサー、ウェディングシーサー、新築、誕生日、退職のお祝いにもらって送って嬉しいさ。あなたのお店にぴったりのオーダーシーサーもお作りします。美ら海水族館から車で1分、シーサー作りも体験できるマイマイシーサーでした。マイマイシーサーで検索。働いても働いても時間が足りないあなたへ、その悩み、時間を失う悪習慣が原因かもしれません。ハートブリッジ桜井です。私は経営者向けに時間と成果、最大化の支援を提供しています。忙しさを手放して収入を維持したい方、ハートブリッジ桜井にご相談ください。スポットライトが平等に当たるなら、それぞれの使命。アクティングコーポレートソング、スポットライト by ローカルコネクト。眠りの浅い方、眠り草本舗にお任せください。沖縄伝統野菜クワンソウ、クワンソウは安眠効果がある健康食品として昔から親しまれてきました。よく寝て翌日すっきり目が覚める。詳しくは泣き人眠り草本舗で検索。はい、後半になりました。さあ、改めてご紹介させていただきます。株式会社カリタスの、根橋理香さんでございます。今日はありがとうございます。こちらこそありがとうございます。
さあ皆さん、アジカンのね、リライトをお聞きしていただいたと思うんですけども、まあ、リカさんっぽいと言ったら失礼かもしれませんけど、音楽をお聞きしていただいて、ただ、もちろんその人生って、紆余曲折、いろいろこう、本当あると思いますので、大体ね、こういうふうにこう明るく元気にしてらっしゃる方も、絶対こう、沈みがあったりとかってやっぱあると思うんですけど、まあ、そんなお話をね、ちょっと事前にさらっとお聞きしておりますけど、お聞かせいただければと思うんですけども、順調な感じじゃなかったんですよね、途中から。そうですね。はい。最初はそういうふうに独立して一人から始まったんですけど、うん、だんだんと、まあ企画はできるっていうところで、企画できるんだったら、じゃあデザインっていうところから、デザイナーが増えてきて、うん、で、営業も雇ってみたいなところで、うん、最大本当に7、8名ぐらい、うんうん、会社順調に、5、6年で進んでいったことがあったんですけれども、はいはいはい、売上ももちろん、多くはなったんですけど、その当時は本当にまだクリエイターの感覚だけでやってて、うんうん、で、そういうふうに利益っていうところを全く考えていないどんぶり勘定の人だったので、ちょっと、まあ、営業の方が独立されるって言った時に、数字を全く見ていなかったので、売上はあったけど、利益がなかったっていうところに、その時に初めて、気づいて、うん、実際ちょっと、蓋開けたら、1000万ぐらいの大赤字っていうところになって、そこから、ちょっと一度、もう会社どうしようかっていうところまで、うん、落ち込みまして、まあ、売上もそうですし、うん、で、また、ちょっと人間関係のトラブルが、30後半、まあ、40前ぐらいの時に頻発してですね、ちょっと3連発ぐらいちょっと人間関係で、落ち込んだことがあったので、それでまたちょっと鬱になってしまいまして、鬱をまた3年ぐらい、はい、やっちゃった。まあ、じゃあ、現金だからこそ逆に反動が来ちゃう感じですか？うん、そうですね。本当に。ただ、その時に、うん、あのまま行っちゃってたら、やっぱりこの、経営っていうことには何もこう、気づかずに、うん、ただいいもの作ってたら、うん、もう楽しくいいや、みたいなところも考えずに、うん、突っ走ってきてただけだとも思うので、それはこの、はい、あの時点で、ま、めちゃくちゃきつかったですけど、鬱にもなって、売り上げもこういうふうになんか、蓋開いてみたら偉いことになったっていうところは、その時点で気づけて、本当に今となっては良かったなっていうのは、振り返ってみたら思います。売上はいくらぐらいまでいったんですか？7、8000万、はいはい。あ、違う違う。1億は超え、奥は行ってました。奥は超えてたんですよ。はい。なのに、実は利益がなかったっていうところが。利益がなかった。はい。それでもうすぐっていうのが、ショートしたっていうところはあったので、まあ、ただ、売り上げもそうでしたけど、うん、やっぱりもう、どうしても人間関係で、トラブルあったっていうのは、すごい、こう、精神的にやられたのが、どうしても、はい、社員も、にもすごい迷惑かけましたし、3年、ほぼほぼ使い物にならんみたいなところで、やって、よくその時に会社辞めずに持たせてくれたのは本当にもう一人に社員のおかげだなっていうのを感謝しています。だからね、ちょっと想像ができないんですよ。まあ、本当ね、失礼な言い方しますけど、社長がポンコツになってるわけじゃないですか、3年間。そうです、そうです。はい、だから3週間ならわかりますよ。3週間でも結構ね、厳しいところですけど、けどね、そういうふうな状況になってるところに会社の社員さんが実際、ね、やめて支えてくれて、うん、しかもあれじゃないですか、なんか、お金貸してくれたとかって話も。そうなんです。そうなんです。その時に、もう本当にもう解散しようという、はい、話を振った時に、もう、社員が、お金もないしっていう話をして、はい、もう社員が、社員のお金を貸してくれまして、それでもう一回頑張れっていうので、逆に言うともう、それで、これでやめきれなくなったっていう、覚悟にもなりましたけど、ただやっぱその時鬱でもあるので、うん、もうまだ頑張らせるのっていうのの、うん、逆にね、そうですね、逆にそこももちろんありましたし、もうただもうそれで、ただずっと、はい、
そこっていうわけでもないので、うん、このやっぱり上下繰り返しながら、いい時と悪い時とっていうのをやりながら、はい、こう3年うだうだやってたっていうところはありましたけど、うんうん、やっぱり、常にもう、社員が支えてくれたっていうところは、本当に、うん、心から感謝するばかりでございます。多分今ね、ネバさん会社でやってらっしゃると思いますので、そうなんです。ぜひ社員さんにね、ケーキあげてください。後ろで聞かれてるから、すごいなんか、この後めちゃめちゃ恥ずかしいなって感じです。この後会社の、どうしようって感じですね。すごいね。それを会社でやるところがいいですね。いい意味でね、なるほど、そんな時期もあったんだなっていうことで、隣で社員さんが、俺に感謝しろよと、私に感謝しろよと思ってるかもしれない。そうですね。あんたポンコツだったよって本当に思ってると思います。はい。さあ、そのポンコツのね、ごめんなさい。ポンコツリカさんが、華々しく復活する何かきっかけに実際あったと思うんですけど、もちろん社員さんのね、支えというか、まあ、自分で頑張るじゃなくて、人がね、応援してくれると、やっぱり頑張れるところもあると思いますけど、うん、ただ、とは言っても自分が何か復活するきっかけがないと、頑張れないと思うんですけど、うん、何かどんなきっかけがあって、そのポンコツから復活された感じなんですか？そうですね。その時に、まあ、先ほどから、高校も大学もカトリックではあったんですけど、信者というわけではなくて、それどころか、もううぜえな、みたいなところを、すごい思ってた人間だったんですけど、はい、本当にけど、どん底だったので、はい、たまたま、妹がいて、妹も、同じ高校大学に進学してっていうところで、うんうん、彼女もまた、ちょうど同時期に、すごい辛かったっていうことがありまして、はい、で、まあ、ただやっぱり妹より私の方がかなりダメージあったので、で、まあ、こういう時だからこそ、まあ、一回教会行ってみるかっていうところになって、で、たまたま行った、カトリックの教会に、アメリカ人の神父様がいらっしゃいまして、もうその当時でも70代の、神父様だったんですけども、ラサル・パンソンズ神父様という方がいらっしゃいまして、で、この方との出会いがすごい、その後の人生の、人生の心の師匠に、というふうに私は思ってるんですけども、神父様と出会ったことが、本当に元気になるきっかけに、本当になったな、というふうに思ってます。なるほど。その、元気になるきっかけ。まあもちろん、神父さんにお会いされて、まあ素晴らしいオーラであったりいろいろあると思いますけど、ただ見ただけでは、ね、あって、お素敵みたいな感じでいきなりパッて買うことは多分ないと思うんですけど、何かを、で、ただそれはファゾコンみたいな感じになっちゃうと思いますから。そう、多分何か、ね、何かを例えばお話しされて、何かを実際聞かれて、そこで感銘を受けられたんじゃないかなと思われたんですけど、どんななんかやりとりがあってそういうふうに感じられたんですか？やはりその時落ち込んでるわけですから、うん、一度この神様とお話しする機会があって、うん、で、まあやっぱりもう気分的にはそこなので、もう今までのこの、うん、なんていうんですか、こう、辛くなったきっかけの先ほどのトラブル、人間関係のトラブルっていうのを永遠にこう訴えてっていうか、うん、もう、で、全部終わった後に、神父様が一言、まあ、すごい辛いことがあったっていうのはわかると。ただ、君の話を聞いてたら、全部、相手の話しかしていないと、うんで。っていうことは、理科の人生は君だけのものなのに、なんでそんな、この、他者の一言だったり、他者のこの、もちろん理不尽なことをやられたっていうのはよくわかるけど、なんで自分の人生をそう簡単に決定権を他人にすぐ明け渡すのだ、うん。君の人生は君だけのものなんだから、常に自分の人生の主人公でいなさいっていうのを言われたときに、あ、確かにそうだなと。なんか、やっぱりそのトラブルの原因も、自分はこんだけしたのに、相手からはすごい、裏切られたというか、理不尽なことを言われたり、やられたっていう、すごい恨みつらみみたいなところを、すごい、こんなに頑張ってるのに相手は分かってくれないとか、相手がこういうふうに、自分をこう攻撃してくるみたいなところで、被害者意識がとても強くあったのを、こう、同調するわけでもなく、そうじゃなくて、もう、そもそも、
自分としてのこの芯がないみたいなところをバサッと言われたのが、しかも淡々とこう70のおじいちゃんに言われたことがものすごくこうその時の自分には深く染み入りまして、そうだなって、常に自分の人生なんだから、自分の主人公、人生の主人公は自分じゃなきゃいけないっていう ところから、うん、ちょっと変わっていったっていうのはあります。なるほど。明らかに、一言で仮に言うとするなら、明らかにこれは変わったなっていうのって、いろんな思考あると思うんですけど、どんなことですか？うん、何かやっぱり、経営者なので、決定しなきゃいけないじゃないですか。はい、毎回毎回。決定するときに、うん、もちろんそのときに会社の利益であったり、はい、こう、も優先するっていうのはもちろんなんですけど、一番やっぱり本当にこれは、自分がやりたいことなのか、うん、あと、こう、自分、まあもちろん、社員も喜ぶことなのかっていうのを、うん、いろんなことを、いい意味で、なんて言うんですかね、うん、この、心の、言ってることにちゃんと忠実にやっていこうっていうのは、うん、が変わったなっていうふうには思います。なるほど。じゃあ今までは、その、あ、じゃあ今あれなんですね。逆にその一つのその芯っていうそのぶれない軸があって、それに対して迷ったらそこに戻ってくるような感じです。ですね、はあ。本当に迷ったら、うん、結局この何か大きな決めなきゃことあった時に、自分の人生にとって必要なことなのかっていうのもそうなんですけど、うん、自分が楽しく主人公としてなれるようなことなのかっていうのを一度やっぱり考えるようになったのは、うん、まあ、そこまで深くこう落ち込まなくなったっていうか、もちろん落ち込むじゃないですか。いろんなことあるし。だけど、こう、ちゃんと、もう自分なんてっていう、うつの時ももう消えてしまいたいみたいに、自分ってダメ人間だっていうふうには、こう、ならなくなったっていうのはあります。はい。じゃあ、せっかく最後に聞こうと思ってましたが、ちょっと流れなので、今聞いてらっしゃるリスナーの方、ね、一歩、はい、あなたの一歩のきっかけになればっていうようなことなんですけども、はい、の方、今リスナーの方に、なんかちょっとリカさんからのアドバイスがあるとするんだったら、なんかどんなことになりますかね。うん、そうですね。本当に、いろんなことがあると思うんです。経営者なんで、迷うこともあれば。うんうん、ただ、この人とのお付き合いもあるから、こう、やりたくないけどな、とかっていうようなこととかもあると思うんですけど、やっぱり最終的に責任取るのも自分ですし、自分の後ろにいっぱい社員もいるんだっていうところを考えると、最終的な決断っていうのは、こういったしがらみとかじゃなくて、やっぱり、まあ、よく大切なことは目に見えない。心の目で見ないとねっていうのがありますけど、うん、やっぱり心の目で見て決断していったら、うん、なるほど。なんていうんですかね、少なくとも後悔はない選択になるんじゃないかなとは思います。いや、本当、その経営者の方はもちろんそうですけど、経営者の方じゃない方もね、結果そのいろんな、ことで悩まれて、ね、人間関係で悩むことがやっぱり一番多いですし、なんやかんやってて自殺がやっぱすごい多いですからね。なんでそんな中で、皆さんの中ある考えたときにちょっとそこの原点に戻っていただければなって僕もすごいこう思ったりします、うん、さあいろんなそんなことがあってるそのリカさんなんですけど、今後やられたいことっていうことも実際あるとお聞きしてるんですけど、はい、どんなことをやっていきたいかなみたいな、はい、今は、はい、広告の仕事をメインでやってるんですけど、はい、うん、今ちょっとものづくりっていうか、自分たち、デザインがやっぱりできるので、はい、自分たちで、雑貨を作り始めておりまして、はい、で雑貨っていうか、まあ、インテリア雑貨だったり、うんうん、まあ、布だったり、うん、を作ってる、ファブリックを作ったりしてるんですけど、今年から、実は、首里城を焼けた時に、うん、琉球が最後に、この焼け残った、うん、首里城にあったと思うんですけど、それを見て、うちのデザイナーが、いきなりなんかこの、ぬいぐるみで、ぬいぐるみっていうか、はい、で、琉球を作り始めてですね、うんうん、これ見たときに、わ、これ、自分たちが今後こういうことをやっていきたいっていうふうに、思いまして、はい、で、
そこから、まあ、首里織とか紅型とかの、はいはい、まあ、オリジナルで、あの、織っていただいたり、あの、染めていただいたりってしたもので、やっと、あの、この、今月から、はい、ちょうど、あの、オリジナルの流柱を、はい、あの、販売することになりまして、はい。すごい。あの、はい、ちょっと、はい、流坊さんにも取り扱っていただけることになりました。で、で今後またそういったあのものづくり、沖縄のこの風景だったり、うんうん、まあ、動植物だったりというものをモチーフにした、うんうん、雑貨を作っていって、沖縄のこのまた、ブランドになっていきたいなということを、はい、思っています。面白い。その、あの、あれですよ。あの、インスタとか多分やってらっしゃると思うので、あ、はい、あの、はい。もしよろしければ、後で僕に送っといていただいて、はい。はい。あの、YouTube 等々に貼り付けようと思いますので、よろしくお願いします。こちらこそ、よろしくお願いします。面白いなぁ、なんか。あ、でもあれでしょ？しかもそれも実際、あの、障害者の方に作っていただいたりとかも実際されてらっしゃって、はい。雇用もそいつもそうでしょうし、地域貢献にも実際つながるような。はい。なんかちょっと、このね、打ち込まれてって言ってる、そのリカさんとまた真逆のね、考えがしてるところが、私は思ってますけど。さあ、ありがとうございます。あの、リカさん、あの、そろそろね、あの、残念ながら早いもので時間も終わりに近づいてきたんですけど、まあ、笑ってもいいとも方式ですので、はい、いつもその、どなたかをご紹介いただく感じなんですが、はい、どなたをご紹介いただけますでしょうか。はい、WOF の、はい、山田康夫さんをご紹介したいと思います。ワールド欧州会という空手の、はい、はい、流派があるんですけれども、うん、そちらの事務局長をやってらっしゃる方です。うん、なるほど。男性ね、なんか、はい、なんかでも面白い、あれですよね、ご紹介いただいた道夫さんも空手やってらっしゃる。そうです。実は、はい、あの、空手仲間でして、彼から、はい、私たちは空手習っております。どんどん強くなっていくわ、本当にもうなんか、ね、はい、本当、沖縄の女性って本当強いですよね、なんか。そうですね。いや、はい、ね、いろいろなこう状況がある中で、ね、たくましく生きていかなきゃいけないっていうところから実際だと思いますけど、うんうん、いや、楽しみですし、はい、ちょっと一度、道夫さんとね、下田道夫さんと、3人で、もしくは4人で、飲むことが実際できたら楽しいなと思ってますので、ぜひちょっと企画させてください。はい、ぜひ、はい、お願いします。はい、皆さんありがとうございました。早いもので、お時間が、来てしまいそうです。今日のゲストはですね、株式会社カリタス。あ、カリタスっていう意味何でしたっけ？カリタスは、聖書の言葉で愛っていう意味があります。はい。じゃあ、その愛を皆さん感じていただいて、またね、今週1週間頑張っていきましょう。ということで、今週のゲストは株式会社カリタス代表取締役の根橋里香さんでした。里香さん、ありがとうございました。ありがとうございました。はーい、失礼します。失礼します。